中田康は、日本の実業家。東京都中央区出身。元カルビー株式会社代表取締役。社長兼 CEOCIO。元株式会社。小島社外取締役。元株式会社。オートバックスセブン社外取締役。株式会社。中田康夫事務所代表取締役。株式会社未来ワークス社外取締役。全株式会社。 LDH ジャパンアドバイザー、株式会社プロレドパートナーズコモン日本の CIO の一人としても名高い貸し業界大手カルビーで24年間という長期にわたり取締役を務め工場等の生産管理を皮切りに人事、労務、情報システム、財務、経理、経営企画香港、中国などのアジア地区関係会社を鑑賞してきた 副社長時代から CIO、株式会社、オートバックスセブン社外取締役などを務め、兼務のまま社長になった。同社で創業海外の社長が誕生したのは、初めてのことである。ERP システムの導入、ジャガビーのビジネスモデル構築、ペプシーことの戦略提携及び、当初一部上場をさせるべく経営改革を常に実行してきた。 食品業界出身者としては珍しく、数多くの IT 関連セミナー等で講演をしている。カルビー社長退任後は、4年にわたり、社外取締役を務めた小島において、ビッグカメラとの統合に至るまでの間、経営基盤の立て直し、経営システムの構造改革を助言していた。オートバックスセブンにおいても10年にわたり、執行機能を指導していた。松尾正彦。 ありがとうございます。